全陽堂山本整骨院の佐藤です。本日は変形性膝関節症で再生しないと言われていた軟骨を再生させる方法についてご紹介していきたいと思います。変形性膝関節症になってしまうと膝関節の中にある軟骨、こちらがすり減ってしまい強い痛みが出てしまいます。今までは軟骨は再生しないと言われていたんですが、実はこれを再生させる方法があります。今日はその方法についてご紹介していきたいと思いますので、動画を最後までご覧ください。ではまずはじめに、変形性膝関節症でなぜ軟骨がすり減ってしまうかについてご紹介していきます。変形性膝関節症は関節の中への負担が大きくなってしまい、軟骨がすり減ってしまいます。なぜ軟骨への負担が大きくなってしまうかというと、それは膝周りの筋肉、あとは体重、このようなところが関係していきます。膝周りにある筋肉、大腿四頭筋と言われる筋肉が硬く縮まってしまうことで、関節の中にある軟骨と軟骨がこう密着しちゃうような形になります。この状態で膝を曲げ伸ばししてしまうことで、軟骨がすり減ってしまいます。また、体重の増加などによって、関節の中にある負担が大きくなってしまい、こちらも軟骨がすり減ってしまいます。あとは加齢などによって軟骨が、弱ってしまい、ちょっとした衝撃で軟骨が削れてしまう、このような時でも軟骨がすり減ってしまいます。このような状態が長く続いてしまうことで、変形性膝関節症で、痛みが強く出てしまいます。では、ここからはこの変形性膝関節症で軟骨を再生させる方法、こちらをご紹介していきます。軟骨とは、関節の中にあるものなんですが、基本的には血管が通っていません。血管が通っていないということは、普通は再生はしません。しかし、軟骨は膝にかかる圧などによって関節の中にある関節液、これを吸収して軟骨を潤し再生することができます。ではどのように膝に圧を加えていくかというと、負担のかからないように圧をかけていく必要があります。ですので、これからこの負担のかからないように圧をかけていく方法、これをご紹介していきます。はい、ではこれから膝への負担を少なく、膝の中に圧を加えて軟骨の再生を促す方法をこれからご紹介していきたいと思います。普通に圧をかけていくのであれば、このようにスクワット、これが一番効果的なんですが、変形性膝関節症ではスクワットをやってしまうと大腿四頭筋の硬さが強く出てしまい、軟骨をさらにすり減らしてしまうことがあります。ですので、立ってやることはあまりお勧めしません。ではどのようにやっていくかというと、このように椅子に座った状態でやってください。今回、私は、ベッドに座ってやりますが、皆さんは普通に椅子に座ってやってください。この状態で、膝を曲げ伸ばししていきます。どのようにやるかというと、膝を伸ばす、曲げる、伸ばす、曲げる、このようにすることで膝の中の関節包というところが伸びたり縮んだりしてきます。このように関節包をしっかり動かしてあげることで、膝の中に圧が加わります。これによって関節の方の中にある関節液、これが循環していくことで、膝関節の方に吸収されて軟骨の再生を促してくれます。大体この動きを10回から20回、大きく動かしていくようにやりましょう。中途半端にやってしまうと、あまり中が循環しませんので、なるべく大きい動作ですね。立ってやらないので膝に圧が強く加わりません。痛みなども少なく行えますので、なるべく自分のできる範囲でしっかり伸ばしてあげるようにしましょう。では、一緒にやっていきましょう。今回は10回やっていきたいと思います。ではまず手前側にある左足、こっちから一緒にやっていきます。では行きましょう。せーの、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10、
はい、では反対足も同じようにやっていきます。いきます、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、お疲れ様です。この時に注意しなければいけないのは膝を伸ばすことです。変形してしまったりすると途中までしか伸びない方が多いかと思います。しかしこの途中まででもいいので、しっかり自分のできる範囲で限界まで伸ばしてあげるようにやってみてください。はい、皆さんお疲れ様でした。軟骨を再生させるための運動を覚えることはできましたか？普通に立って行ってしまうと膝への圧が強すぎて、痛みが強く出てしまいます。しかし先ほどのように座って行うことで膝への負担が激減して運動を行うことができます。しっかり関節包の中にある関節液を循環させて関節軟骨の再生を促すようにしてみてください。本日の動画は以上になります。お疲れ様でした。本日も動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が参考になった、いいと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。またもっと健康になりたい、体の痛みを良くしたいという方は下の概要欄から当院の公式 LINE チェックお願いします。公式 LINE では毎日健康動画、健康情報を配信していますので、ぜひ皆さんの生活に役に立ててみてください。